こんにちは今日は熱力学の第一法則を考えようえ、まずは前回のおさらいなんだけどもこちらを見てみようえ、前回内部エネルギー登場したよね内部エネルギーは記号で U ジュールと表してね内部エネルギーって何かなっていうと分子の運動エネルギーの合計だったよねえ、その内部エネルギーは大切なことを言うと 温度に比例するんだってよね。いいこの内部エネルギーは絶対温度と比例関係にあるんだってよね。えだからグラフ化すると縦軸内部エネルギー、横軸温度を取ると原点を通る右肩上がりのグラフになるわけだ。えだから温度が上がると当然内部エネルギーは増えるよね。さあそれがここに書いたんだけども、気体の内部エネルギーは絶対温度に比例した値だと。 そして絶対温度が上がが上るると内部エネルギーが増加するんだえ今日はこれを土台に熱力学の第一法則を考えていくよさあまず気体の吸収熱に注目したいんだけどもこちら側の図を見てみようえ。以前に登場した液体固体の吸収熱をおさらいしたいんだけども。 ここに液体固体があって質量 mg でこの物体に熱を与える与えた熱が9ルだったとするよねえ。もちろん与える熱っていうのは物体が吸収した熱吸収熱をンという添え字を使って吸引と表したよね。どう表すことできるかなっていうと質量×比熱×温度変化 あるいは上昇温度と表すことができるこれが液体固体の吸収熱だったよねで今回考えるのは気体なんだよねじゃあ気体の吸収熱がどう表現できるかなこの図を見てほしいんだけども今シリンダーの中にピストンが取り付けられているっていう容器があるよねこの中に気体が封じ込められているんだけどもさこの気体に熱エネルギーを与えたと い,い、もちろん気体は熱を吸収した、その吸収熱がどう表現できるかな。液体固体は単純だったよね。ところが気体の場合は一つ厄介なことがあって、同じ熱を与えても上昇温度同じになるとは限らないんだね。どういうことかっていうと、気体っていうのは温度だけじゃなくて圧力とかあるいは 体積が変わるっていう場合があるよね圧力が変わるとか体積が変わると上昇温度はバラバラなんだねいい同じ熱与えても上昇温度同じになるとは限らないえつまり何が言いたいかというと液体固体のように単純に m c デルタ t のように表すことはできないんだちょっと厄介だよねえさあそれがここにで出るよいい 圧力 P 気体の場合は圧力と体積の変化があるので同じ熱を与えても上昇温度同じになるとは限らないと単純に式で表すことができないそこで、えー、今日う考えるのが熱力学の第一法則この吸収熱がどう表現できるかなそれを次に考えていこう。 さあ熱力学の第一法則について考えていくんだけどもこの熱力学の第一法則はその3つってえ、そのは何かなっていうとまず気体の吸収熱吸引だよね。そして内部エネルギー U さらには気体がする仕事 W この3つの間に成り立つ関係なんだけどもまずは黒板を見てみよう。いい 熱力学のの第一法則は3つの関係だよそれを書いとこう吸収熱と内部エネルギー U だよねそして気体の仕事この3つの間に成り立つ関係なんだいいえまず仕事って何かなっていうとこの図を見てほしいんだけども今このシリンダーにピストンが取り付けられていて中に気体が入ってるとっするよね。 気体はピストンを押している。その気体がピストンを押す力を F ニュートンと表しておこう。このピストンが右に動く場合を考えるよ。右に動くっていうのは気体が膨張するっていうことだよね。気体が膨張すると気体はピストンに対して仕事したことになるよね。いい。 期待がした仕事を「W」と表しておきたいんだけども「W」の脇に添え字として「アウト」っていう英語を書いておこアウト」out、っていうのは何を表してるかっていうと「外部に」っていうことを表してるんだ。いい仕事っていうのは誰が誰にっていう主語と目的が必要なんだけどもこの場合は期待が主語で「 外部が目的よね、機体が外部にするあるいはした仕事これがどう表すことできるかなっていうともちろんピストンに働いていてる力が F で移動距離が xm であれば仕事は力かける移動距離と表すことができるよね。機体がした仕事 Wout は 力かける移動距離と表すことができる。これが仕事なんだね。で、さらにじゃあ熱と内部エネルギーと仕事の間に成り立つ関係は、え次にここに図が登場するよ。え、今ここに気体があるよね。え、これから気体を熱するっていうことを考えよう。え、イメージを発揮させるためにここにはガスコンロが登場してるよね。いいこのガスコンロによって気体を熱する。 どん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 熱を与えた時に何が起きるのかなっていうのを考えてほしいんだ。気体を熱すると、えー、2つ可能性があるんだけどもちょっとそれ過剰書きにするよ可能性12と書いておきたいんだけどもまず可能性その1気体を熱すると温度が上がるよね。 温度が上が上るもう一つの可能性は気体を熱すするとピストンが動き出すはずだよねつまり膨張する体積が増加するっていう可能性が出てくるこのイメージ分かるかな、えー、イメージをはっきりさせてほしいんだけども例えば密閉された容器、えー、具体的には何かこう缶ジュースがあって缶ジュースがあって そそれをガスコンロににかけると非常に危険なな実験になりそうだよねつまりガスコンロにかけられた缶ジュース何が起きるのかなというと当然缶ジュースの内部温度が上昇していくのは分かるよねさらにどんどん膨張し始めて下手をすると爆発するという可能性が出てくるわけだこのイメージよく覚えててよもう一回言うと気体を熱すると何が起きるのかな温度が上がって膨張するなと。 えこの温度が上がって膨張するっていうのを仕事とエネルギーで捉えていきたいんだけどもまず温度が上がるってどういうことエネルギーで捉えると気体の何かが増えてるよね、えー、注目したいのは機体の内部エネルギーなんだけども温度が上がると内部エネルギーは増えるはずだよねえつまり温度が上がると内部エネルギーが増加すると 機体が持っている内部エネルギーが増加するっていうことを表しているわけだえさらに膨張するとどうなるかっていうと膨張するこうさっきの図を見てほしいんだけど膨張すると機体は仕事するよね膨張すると機体は外部に仕事をしてるなということになるわけだつまりどういうことかっていうと 液体はまず熱を吸収したんだけどもその吸収熱が何に使われるかっていうと2つのことに使われたわけだ。液体は吸収した熱をどういうことに使うかなえまず内部エネルギーを増やすのに使ったよね。内部エネルルギーの増分をデルタ、U、とデルタっていう記号は増加を表す記号だよね。 でだから内部エネルギーを増加させるのに使ったえもう一つは仕事にも使ってるわけだね機体は吸収した熱を利用して膨張するつまり気体は外部にする仕事にも使ってるよねえつまり気体の吸収熱は内部エネルギーの増分と気体が外にする仕事に使ってるなこれを熱力学の第一法則今日一番大切なところなんだ これをしっかり覚えてほしいんだねいいこの式は三つの関係だよ吸収熱と内部エネルギーと外にする仕事三つの物理量の関係だっていうことは二つ分かれば一つ決まるっていうことを表してるんだ吸収熱、ね、直接計算できなくても内部エネルギーの増加と仕事が分かれば 残り1つの吸収熱は決まるよねいい熱力学の第一法則というのは3つの物理の関係だから2つ分かれば残り1つ決まるんだなっていう関係を表してるんださあ熱力学の第一法則ここに出るよ熱力学の第一法則は気体の吸収熱つまり吸引が内部エネルギーの増加とそして外部にする仕事2つのことに使われるんだこの関係をしっかり覚えようね さあ,じゃあ練習問題やってみようね密閉された容器に気体を閉じ込め外部から3 0ルの熱を与えたところ気体が膨張した、えー、これ図を書いてみたいんだけどもイメージをはっきりさせるためにこ容器をねシリンダーにピストンを取り付けた、えー、この図をまず書いておこう、えー、そしてこの密閉された容器に気体を閉じ込めて熱を与える まつまり、気体は熱を吸収しているわけだから、吸収熱が。三十ジュール。だよね。その結果、気体が膨張する。このピストンが移動するっていうイメージなんだ。いいね。ええ括弧一。気体が膨張して、外部に対して二十ジュールのした仕事をしたと言ってるね。 外部に対してしてた仕事つまり気体が膨張した結果外にした仕事だから W アウトと書いておこうでそれがジュールと与えられてるわけだでこの時に内部エネルギーの増分内部エネルギーの増分つまり ΔU これが一体いくらかななんだけどももうすでに吸収熱と仕事が分かってる。 二つ分かれば残り一つ決まるはずだよね。何を使うかっていうと、もちろん熱力学の第一法則を使うだけなんだ。え熱力学の第一法則っていうのは。気体の吸収熱は。内部エネルギーの増加と。外にする仕事に使うんだったよね。これ三つの物理の関係だから、もう計算簡単だよね。つまり内部エネルギーの増分は。 吸収熱具体的に言うと、三十ジュールだよね。仕事は二十ジュールだから。三十ジュールから二十を引き算すると。十ジュール。これが内部エネルギーの増分だと表すことができるんだね。さあ、続いて括弧二なんだけども、括弧二。容器内の気体の温度。 一定に保ちながら、さ、こ、大切だよね。温度を一定に保つって言ってるよね。温度は一定。で、三十ジュールの熱を与えるっていうのはさっきと全く一緒なんだけども、さ、この時に気体が外部にした仕事、え、つまり W アウトを聞いているよね。えー、もちろん元になる式は熱力学の第一法則なんだけども、気体の吸収熱は 何に使われるかっていうと内部エネルギーの増加と外ににするる仕事に使われるわけだよね吸収熱はもう30と与えられてんだけども仕事がいくらかな注目したいのはこの内部エネルギーの増分なんだけども温度を一定にって言ってて言るねえつまり温度が一定だということは内部エネルギーは 一定だっていうのはわかるよねそもそも内部エネルギーは温度と比例関係にあったよねだから温度が一定ならば内部エネルギーが一定だみんないよねで、ということは内部エネルギーが一定だっていうことは内部エネルギーの変化はゼロだなっていうのがわかるよねもうこの段階でいい内部エネルギーの変化なかったな もう話は終わったよね。えつまり気体の吸収熱はすべて外にする仕事に使われてるなっていうのはわかるわけだ。え目的は気体が外にする仕事が知りたいんだけども、もうこれ吸収熱に等しいな。えということは吸収熱三十ジュールがすべて外にする仕事に使われるなこれが答えだっていうことになるね。なるよね。 さあ今日のまとめなんだけども今日は熱力学の第一法則を考えたよねえまず液体固体の吸収熱は実に単純え液体固体の吸収熱は質量ける比熱ける上昇温度とじゃあ気体の場合はえ気体の吸収熱は同じように表すことができるかなできないんだよね。 気体の場合は同じ熱を与えても圧力体積が変化するから上昇温度同じになるとは限らないそこで登場したのが熱力学の第一法則なんだえつまりどういうことかっていうと気体の吸収熱は何に使われるかなっていうのを今日考えてるね機体に熱を与えると何が起きるのかな温度が上がって膨張するよね温度が上がると内部エネルギーが増加し 膨張すると機体は外部に仕事するんだってよねえつまりこの式を見てほしいんだけども機体の吸収熱は内部エネルギーの増分と気体が外にする仕事に使われるんだえつまり吸収熱は内部エネルギーの増加と気体が外にする仕事の和で計算できるんださあこの熱力学の第一法則これをしっかり覚えようね